ソフトバンク小久保裕紀監督52がシーズン最終戦セレモニーでタカファンに珍要求したタイトルについての話が始まり、最優秀防御率が狙えるモイネロについて言及。モイネロは防御率が1位、ただこれはオリックスの宮城が抜く可能性がありますと話した。宮城は6日の楽天戦で先発する可能性が高い。小久保監督は続けて、楽天戦、楽天が2点を奪えばモイネロが1位、宮城が打たれることを願うのではなく楽天打線を応援してくださいと宮城に敬意を表しつつ笑いを呼んだ。モイネロはすでに規定投球回に到達し、防御率1.88、宮城は規定まで残り7回1.3で防御率1.92としている。こういうとこが小久保嫌いなんだよ。モイネロ見習え。モイネロ選手の発言だけでよかったのに、小久保監督いらんこと言うなよ。宮城が打たれるのを願うイコール楽天打線を応援じゃないん。冗談で言ったとしても気分悪いわ。余計なこと言わなきゃいいのに、モイネロの発言が台無し。しかも宮城を呼び捨てかよ。モイネロのが成人コメントやったな。楽天にも失礼だな。これ関係ない争いに巻き込まれた楽天、明日打てなきゃタカファンに文句言われる状況を小久保が煽った。モイネロ、宮城は日本で一番いい左投手だと思う。宮城が取れば嬉しいし、自分が取れたらそれも嬉しい。通訳が100点なのか、モイネロが賢いのか。これ新庄が言ったらもっと燃えてるからね。言わんでもええことをなんでわざわざ言うてアホやな。誰にメリットあるねんこの発言。こういうところが好かんのよ。前監督もだけど、宮城が打たれることを願うのではなく楽天打線を応援してください。それって結局宮城打たれろって言ってんのと一緒やから。言い方変えただけ。監督としてはそりゃチームの選手が取ってほしいのはわかるけど、新庄にしろ小久保にしろちょっとずれてるぞ。まずよその選手を呼び捨てしないでほしい。宮城くん頑張れ。小久保監督がっかりやわ。宮城くん完封おめでとうな。小久保さんは試合後何を語る。小久保のあれは別にカッカするわけではなく呆れてるだけだけど、まあ愉快ではないわな。あれで面白いこと言ってるつもりだったらなおのこと。あれだけタイトル舐め尽くしといて、なんと両県の狭いモイネロももちろん宮城くんもちゃんと勝負はわきまえてますからね。堂々と勝負するぞ。小久保さんがどう言おうが宮城は自分のやるべきことをやるだけやし、それを応援するだけやからいいけど、小久保さんがオリックスの監督じゃなくてよかったとは思ったような笑。モイネロのコメントには感動を覚えるほどで宮城ファンだけど、どちらが最優秀防御率をとっても称えることができると思ったが、小久保がそういうのであれば宮城くん必ず抑えろ。公の場で呼び捨てにするな、煽るな、美しくないぞ。小久保完全にこのコメントは打足やろ。モイネロがせっかく成人コメント出したのに小久保のせいで台無しやわ。呆れた。金の短いわてはブチギレ。スマホの保護フィルムに一生寄付入る呪いを松代までかけたわ。宮絶対取ろうな。言い方考えてるとはいえ、さすがにこれはあかんやろ。宮城くんやオリックスファンを敵に回しかねないリスペクトのない発言やん。新庄監督のレースとアリエルの残留要請とえらい違い。おお、折りかすがピキっててくさー。ひがみ痛いね。ひがんでたらモイネロ見習い発言してないことは普通の読解力があれば理解できるはずでは。ホークスファンゴミしかいねえのかよと思われるようなコメントはホークスファンのためにも慎まれた方がいい。燃える要素なくてくさー。オリフー、こんなん出してる球団のファンがこのコメントを叩くの本当に意味わからんだろ。しかも各球団ごとに出してんのマジで希少すぎる。そちらのポエムの方が何倍もキモいですよ。これに批判飛ばしてるオリファン、宝物と同じですよ。そら監督として自チーム選手のタイトル応援したいだろうがよ。オリックス版宝物ってなんていうの。なんか勝手に変な解釈されて勝手に小久保が燃やされてるのマジでくさー。で、今年のポエムはまだですか。これだけで燃えてしまう折り界隈さすがだよ。個人的にはどうも思わないし、最大限配慮してくれた言い方だなと思うけど、これ逆の立場で中島が言ったら相当燃えてると思う。こいつも新庄も相手チーム選手に対してのリスペクトないんか。調子いい時こそ謙虚にしとってほしいんやけど。これを叩いている人たちは読解力がないんだろうな。なんか日本人として悲しくなるわ。さすがにこれで怒る人は余裕なさすぎない。第三者から見てもリスペクトあるコメントに見えるけど、燃える要素どこにありますか。オリファンで炎上してるらしくてくさー。タカファン的にはモイネロ普通にタイトル取ってほしいし、楽天打線頑張れって感じやけども。てか2022にオリが優勝した時も最終戦ホークス負けろってファンは願ってたんじゃないの。一緒やん。これが燃えんのかなり余裕なくなってきてるよね。さすがに3連覇からいきなり5位に落ちて、希望が宮城のタイトルくらいしかないから、この辺かなり敏感になってる。
まあ気持ちわからんでもないけど少し落ち着こう。ホークスの優勝が気に入らないライバル、ワラッがピキってるの面白すぎる。さらに野球に詳しくないファンが多いからピキっちゃうよね。これで小久保叩くのはかわいそうだろ。しっかりと宮城が打たれるのを願うのではなくって言ってるやん。これで何を炎上することがあるの。同じオリファンに3連覇して調子に乗ってるなんて言いたくないけど、言われてもしょうがないやろ。これは配慮して発言した言葉を額のない奴らが聞きって変更解釈してバカみたいに騒いでんの、本当に織姫って感じ。素晴らしいよ。言うてそこまで燃えてなくね。逆にこれ燃えるのかわいそうとかピキってるの草とか言ってる人の方が多い。特にひいき球団なく野球選手数人を単体で応援してるモイネロと宮城どっちも好きな人間としては、小久保監督は何も言及しないか、モイネロは結果を待つだけですねとかの方がかっこよかった。小久保監督、宮城打たれろ。批判されてもしゃあない。小久保監督、宮城が打たれることを願うのではなく楽天打線を応援してください。そんなまずいこと言ったか。私やっぱりこの人ダメだわ。ケイ、まずよその選手を呼び捨てしないでほしい。モイネロには頑張ってほしいと一言でよくないか。こんなの X の書き込みと同じ。ゾッとした。1文目で人様に要求してたことを2文目で自分はしないスタイルなの。笑う。恥ずかしすぎ。自分のツイート見返しなよ。3行で矛盾してるて。これを激キョポエム送りつけてきた球団のファンが言ってるの、クソ笑う。というかもう試合ないのにモイネロは何頑張ればいいのか教えてほしいわ。わかる。敬意って大事だと思います。敗れた相手に激気ショポエムを突きつけることが真の敬意ですよね。モイネロに最優秀防御率を取ってほしいの一言で十分なのに一言二言多い。モイネロの素晴らしいコメントと大違いですね。せめて他球団の選手をセレモニーの場で呼び捨てにするな。美しくない。宮城打たれろよりも楽天打線頑張れの方が健全だと思って小久保さんは言ったんですよ、おばさん。話のネタに他球団の選手名を出すのはいいけど、呼び捨てなのが引っかかりました。指揮の関係かもしれませんが、オフィシャルな場ではましてやいじりも入れるなら故障をつけてほしかったと思いました。織姫炎上してんの。あの頃のオリファンはどこ行ったんや。昔からのオリファンはそこまでって感じだと思うけど、3連覇中にファンになった新規は強いのが当たり前状態で入ってるからピキってるやつ多そう。お笑いポエム球団のファンがうるさいな。野球選手をアイドル売りした末路がこれか。ホークスはこんな悲惨なことにならんように気をつけてな。ホークスファンに向けてのコメントだとちゃんと書かないと。これが印象操作か。改めて読んだやけど、これのどこに起こる要素あるん。わら、なんかリスペクトが課題に求められすぎてる気がする。リスペクトあって美しいコメントだなって思ってたら、一部のオリファンが怒っててアングリしちゃった。これ燃えたん。ええ、宮城打たれろって言ってるわけではないし、監督の親心的にモイネロにタイトル取らせてあげたいって思うのおかしいことでもないやん。しかしコメントに一切強奪という言葉がないの面白い。仮に対象が他球団だったら強奪して優勝とか書かれるはずなのに、そこはオリファンも自覚あんだなって。一番悪いのは9月にモイネロと2回も戦って1点も取れなかったオリックス打線なんだぞ。不快に思ったオリックスファン、その理由を論理立てて説明してほしい。世界の論理派コンスケケイスケが受けて立ちます。第三者から見てもめちゃくちゃリスペクトを持った発言やと思ったのに、これでブチギレてるオリックスファン怖すぎるな。ちょっとチームが弱くなっただけで人格ひねくれすぎやろ。あんまりこういうところで煽らないでほしいな。今年はたくさん貯金できたけど、来年目の色変えて叩きに来るよ。他の監督さんなら黙って行方を見守っているはず。オリカスピキピキすぎて笑う。そりゃあ今年タイトルなしだったら嫌だもんね。宮城打たれる的なことを言ったならまだしも、これでピキるのはわけわからんて。そもそもホークスファンに向けた言葉だし、誰かを下げたわけじゃないんだからさ。楽天打線応援してくださいって言葉変えただけで、結局は宮城が打たれるのを願うってことと同じじゃないの。オリカスピキピキでくさー。ひいきが落ちぶれて宮城のタイトルしかないもんな。だから楽天を応援してってリスペクト持ってんじゃねえか。なんで炎上してんねん。モイネロの素晴らしいコメントとは大違いでくさー。小久保ってなんかやっぱり嫌な感じですね。炎上するような発言じゃないし、これやったやつらにリスペクトとか言われたくないわ。ゴイの今年はやってないし。今年はポエム流さないんですか。まさか優勝した時だけ見下し気分で出してたとか言わないですよね。楽しみにしてますよ。これで怒ってるオリファン、何、小学校の国語からやり直せよ。宮城くんが打たれることじゃなくて楽天打線を応援してくださいと言ってたんだがね。ネットの野球民は何でも噛みつきすぎだろ。本拠地最終戦の挨拶くらい自チームひいきでもいい。なんでこうもホークスの監督は尺に触る発言が多いのか。余計な一言、
そういうとこちゃう、国防。モイネロを打ち崩せなかったオリファンさん、イライラでくさー。他力本願状態にしたのは当のあなたたちですよ。こういう本音をスパッと言っちゃうとこ、国防はぶっちゃけ嫌いじゃない。なんか大きな嘘ついてたんかなってくらい隠さないスタイル。国母監督はずれてるけど、宮城のために一点も取れなかった折り足がそもそもだらしない。別に国母監督がどう言おうが宮城が頑張るだけやし、取れなければ実力が足りないと宮城自身が言ってるから、それでええと思う。頑張れ。ボイネロの発言と国母監督の発言を比較してるやつはマジでバカすぎる。タイトル争いの当事者と取らせてあげたいと思う立場じゃ全然違う。結局同じ意味じゃんって言ってるやつはさらにバカ。宮城に打たれてほしいってマイナス感情を向けるんじゃなく、楽天打線頑張れとプラス方向の感情を向けましょうって話。オリファンが国母の発言にいちいち噛みつくんじゃなくて、宮城を信じて応援すればいいのにな。そもそも燃える程度まで噛みつかれる発言じゃないんだけどね。それぐらい余裕ないってことだよね。去年まではオリファンさんたちも散々調子いいこと吐いてたのに、彼らはどこに行ってしまったのだろうか。笑。モイネロのため楽天打線応援してください。任せろ。投手戦になったら厳しいが、大量失点すると追いつかない程度の反撃するから2点くらいは取れるぞ。で、オリックスさんはこのクソキモポエムはまだですか？全日程終わったら出しますよね。てか出さないとおかしいですよ。自チームが優勝したらあんだけ他球団見下しといて、自チームが落ちぶれると黙り込むの一部のオリカスどもとやってること一緒ですやん。そもそもイラついてる奴らはこんなの出してる自分のところと比較してくれ。自分らの方が100倍キモいしダサいで、マイク通して自分の言葉で伝えた国母の方が筋通ってるわ。この程度の発言すら炎上してしまうオリファン界隈、面倒くさすぎるやろ。シーズン終盤の泥臭いタイトル争いもプロ野球の醍醐味やんか。なんでこれが炎上すんだよ。オリ界隈ぬるま湯すぎ。オリファン、なんでこれで怒るんや。国母、楽天打線応援してください。モイネロ、宮城が最優秀防御率を取れたら自分も嬉しい。これを比較したらそりゃ国母が悪く見えるけど、前任の森友哉は捕手としてのいやらしさはないよりリスペクトあるやろ。オリファンは宮城応援すればいいだけです。俺はオリカスに配慮して言わないので、ひたすら宮城が打たれるのを心の底から願ってます。国母燃やされてて今これ。